あ、どうも皆さん、こんにちは。まず、オムライスの元って何ぞやってことですよね。そんな発想あったんだっていう。鶏肉と完熟トマトの旨味を閉じ込めました。あ、鶏肉を使うのね。オムライスに肉が入ってる、肉入ってるもんだっけ？ちょっとね、僕あんまり外食でオムライスを食べてないんですけど、まあでも肉はそうだな。鶏でいいと思います。か、豚か。まあ、鶏の方が相性いいのかな？そんなに主張が強くなくて。まあ、どっちでもいいのかな？まあ、とにかくね、こちらを使って作ってみようかなと。鶏肉、フライドオニオン、野菜、人参、玉ねぎ。ああ、いいですね。流状大豆タンパク。必ず流状大豆タンパクは入れてくるのかな？トマトペースト、ケチャップ粉末。で、鶏肉、だし。うんたらかんたらですよ。バター、香辛料とかも入ってる。カロチノイド、着色。結構いろいろ入ってますね。で、この業務スーパーのお遊びシリーズ、何回か買ってるんですけどね、当たった試しがないですね。サンマのそぼろみたいなのとかもなんかすごい外れだったし、あんまりいいイメージがない。強いて言えば、その鮭フレークが、そのコスパ的に、大豆流状タンパクで割ってるんですけど、その味と値段を考えればまあまあいいかなっていう、そんな感じで大体外れるんですけどね。ちょっと面白そうだったんで買ってみました。こんな感じになってますよと。あ、トマトの香りがする。あ、うまそうだな。ちょっと食べてみようか。うまい。うん、ミートソース、ミートソースですね。なんか鶏っぽく感じないけど美味しい。濃縮リンゴ果汁とかいろいろ入ってるんですけどね、美味しい。トマトの強いミートソースですね。あ、フライドオニオンね。あー、なるほど。だからこんな、トマトと玉ねぎ、人参、玉ねぎ。あー、トマトと玉ねぎだ。いろんな要素が入ってて複雑性があるんでね、これ非常にいいです。ちょっと作ろう。パッケージの中がこう赤いじゃないですか。で、オムライスってやっぱし赤いイメージありますよね。これだけで作るように書いてあるんですけど、これだけで作ると赤くはならない。赤くはならないはずなんだよな。だから、あ、頑張ってこねれば赤くなる。まあ、でもね、とにかくね、これだけじゃオムライスにはならないんで、あ、これね、俺失敗したわ。まあ、これでもいいけどね。チャーハンの素って動画で出したと思うんですけど、フライパンで水を入れて抽出させた方がいいですね、エキスを。エキスを抽出させて、なおかつ色も抽出させて、それでお米と混ぜた方が多分いいと思う。ちょっと動画映えを考えて、今回は卵2つ使います。ちょっと待って、フライパン小さすぎた。入れちゃって、はい、いただきます。皆さんコメントしてください。お願いします。僕のことどう思ってるかちょっとコメントお願いします。いただきます。こんな感じね。ケチャップの味もするし、オムライスの元の味もする。こんな感じになりました。ですからあれくらいの量を使えばケチャップ使わなくてもこんだけ色が出るってことですね。このままいってみようかな。はい、できました。とりあえず文字は読めない。あとやっぱし卵の量が少ない。うん、まあ美味しい。あ、十分ケチャップなくっても美味しい。どうかな。野菜の香りがほんのりしていいですね。美味しい。ただケチャップと比べると味のインパクトに欠けますね。うーん、まあ、よく言われる優しい味っていう感じかな。美味しいですよ、単体でも。うん。うん。やっぱいろんな味の要素が入ってるだけあって。まあ、優しいですけどね、ケチャップと比べちゃうと。まあ、だからやっぱし、ケチャップは欲しいかな。うん。まあ、でも、見栄えは良くなりますね。
はい、そういうメリットはあると思います。味にインパクトが足りなければお好みでケチャップっていう感じ。うん、まあ